ドジャースの大谷翔平投手は24日、日本時間25日、本拠地ドジャースタジアムでワールドシリーズ、7回先生の前日会見に臨んだ。いよいよ始まるなという、興奮している感じです。会見ブースには約30、40人のメディアが殺到。デコピンは来るのかという質問には、体調が良ければ来ると思います。はははと笑顔を見せた。 大谷はメジャー7年目で初のポストシーズン出場。全11試合に1番、指名打者で出場し、42打数12安打の打率、286、3本塁打、10打点をマークしている。メッツとのリーグ優勝決定シリーズではシリーズ17出塁。同僚マンシーと並んでポストシーズン同一シリーズの球団最多記録を作った。毎年、 ワールドシリーズは盛り上がっていますし、今までも逆に見る側だったので、楽しみにもしていました、悔しい思いの中で、今年は自分がプレーできる喜びをフィールドで出せたらいいなと思っていますドジャースがヤンキースとワールドシリーズで対戦するのは1981年以来43年ぶり。歴史的な一戦には、特別な試合だともちろん思います。ただ僕自身は初めてなので、 なななるべく冷静なプレーがしたいいと思います集大成としてこのシリーズを勝って最高の終わり方ができたらなと思いますと明星心を持った大谷は54本塁打ジャッジは58本塁打を放ち共に本塁打王に輝いた50発以上の打者がそれぞれのチームにいるワールドシリーズは初めてジャッジから9回で最高な選手と評されたと伝えられるとただただ嬉しい 9回のトップの選手だと思っているのでそういう選手から言ってもらえるのは特別なことだと思いますと気持ちを引き締めたまた両リーグの本塁打王対決となるのは1956年ヤンキースのミッキーマントルとドジャースのデューク・スナイダー以来68年ぶり6度目世界中から注目の集まるカードだが勝てばもう何でもいい状況打てた打てないとか 有意義なアウトなら OK じゃないかなと思う全て勝ったか負けたかで決まるのでと決戦に向かった